ターこと杉浦太陽です。どうも、ついちゃんことついのぞみです。気に沿ってる。はい、今回はですね、あ、もう見えてればいいか。なんでしょう、なんでしょう、なんですか。おっぱいかな。パンみたいなものがあるんですけど、これはですね、大阪に住むタックのお母さんからね送ってきてくれたものなんですけど、はい、これが何かと言いますと、あのうどん。うどん。なんで？何か。なんでよ。うどんでーす。うどんのね、塊。はい、生地ですね。生地なんですけど、はい、これをここからみんなで、はい、踏んで言っちゃった。だってその流れやって。これをね、あのうどんになるまでっていうのをみんなでね今日やっていこうかなと思います。違うんですよ。あ、本来ならば粉から水入れてこねて寝かしてと時間がかかるんですが、もうすでに生地が丸まってる状態で売ってるんです。うん、だからだいぶ簡略化されて、そうですね、このまま茹でてもうどんになるってことで、うどんの形状じゃない、うどんだ、なんか水筒みたいなことか。そうだ、丸いうどんができます。なるほどね、はい、これをね、まあ、私あれがいいな、きしめんが好きだからね、きしめんにしたりできる。そうそうそう、だからめっちゃ分厚くでも細麺でも、うんうんうん、自分たち次第でできる。でもそんなは口に入らんな。まあ、でもね、いろんな形のね、はい、うどんだったりいろんな太さのうどんをね、はい、ちょっと今日は作って夕飯に食べたいと思います。運動がてら踏んでもらいましょうか。そうですね、我が子たち、はい、ただいま運動不足なので、はい、運動っぽい感じで3個ある3個ある、結構ある。家族多いからこんなもんでいいでしょう。うん、そうだね。はい、よし、じゃあ踏める、踏む、柔らかい餅みたい。そうそう、ね、ちょっと今日はみんなでこれでね作りたいと思います。はい、それではスタート。チャンネル、イエーイ、うどん大会です。うどん大会、とりあえず1個でいいね。これに包んで、これだ、これなら小細工じゃないの。2、だ、滑んないでね、はい、いくよ。真ん中によく聞いて話を、パパの、うん、真ん中にかかとを置いていくの。もうまちゃんが来た。赤ちゃんも踏もう。ちょっと筋トレに筋トレにちょっとさ、足で踏む。筋トレになるよ。軽いよ。こいちゃんジャンプ、こいちゃんジャンプ、ジャンプ、こいちゃんジャンプ、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 ジニーの真似して、これを出します。これも手で広げて、全部全体に。はい、じゃあ置きますよ。はい。あとこれを押すように。あ、押すように。あと腕まくる。なんかクッキー。上からこうやって外に外に四角くなるように。こっちから。まだ分厚いですよ。ほら伸びた、めっちゃ伸びた。イメン、ネオリアル。あ、また。やばい、やめてください。ああ、コアちゃん。ああ、撮影が。
ませんのでこっちで行きます。これができないと今日の夕飯はありません。イエーイ。で頑張ってください。こうやって巻きながら取って、極上とうどんもできてほしい。 OK だったら切るよ。すごいんだから。これあれ普通だ。すごいんだから。繊維のそれ伸びてる？平気？伸びてると思う。ちゃんとできた？できてるよ。お、あともうちょっとだ。繊維も。あ、待って、これめっちゃ太いから。こんな感じになりました。子供たちが踏んで切ったうどんです。すごいな、これさ、茹で時間絶対違うと思うよ。分けとく。うるさい。ああ、それも面白い。最高で見てよ、これよ。これやばくない？まあまあまあ、いいと思います。完成。はい、こちらではですね、このさつまいもとか大葉とか椎茸とかをね、天ぷらにしていきます。うどんがこんな感じでゆだってます。これもうちなみに2瓶目です。あんたもあったから、いい感じにできてます。で、その横で天ぷらをね、揚げてます。すごい状態です。さあ、ということで晩ご飯が完成しました。みんなで作った麺。そう、これね、そっちゃんとノアとせいとふみふみして、ふんでふんで伸ばして切って、ね、切って茹でて、茹でて、水で締めて完成です。したいものです。あとはね、天ぷら、お家にあったもので天ぷらだったりとか、俺が釣ったイカ、これね、イカと魚をタクが釣ったやつで、あとはね、はい、私特製の炊き込みご飯、もう食べたい。そして人参の和え物だったりとかありますね。さあ、こんな感じでね、早速みんなで夕飯いただきたいと思います。いただきます。おいしい？うまい。おいしい？見た目すげえ。すごいのよ、もう。炊き込みご飯もおいしい。おいしいですか？よかったです。はい、ということでね、手作りうどんみんなでおいしくいただきました。ごちそうさまでした。いやでもね、なんかおいしかったよね。いや、おいしかった、めちゃくちゃおいしかった。ベースの生地もおいしかったし、逆にあの短かったり太かったり細かったりするのが、うんうんうん、食感のあのリズムが生まれて、あのありでした。美味しかったです。ちゃんとコシもあったし、はい、弾力もあったし美味しかったよね。うん、あの天ぷらも美味しかった。うん、炊き込みご飯が美味しかったよ。でしょ、うん、まあまあ今回はおかんが送ってくれたからね。そうね、本当におかんありがとう。ありがとうございます。美味しかったです。美味しかったね。はい、ということで、はい、今回はね、手作りうどん挑戦してみました、はい、またね、家族でお家で何かできることがあればアップしたいなと思います。はい、ということで、この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、はい。